長官を読んだかい？モルゲンブラルか。軍医と書いてあったか。ああ。つづりは正方だった。そう。なら父さんだ。開けてくれないか。君宛てじゃないか。親愛なる江戸バル。父さんが死んだ。父さんのことできるだけたくさん教えてくれないか。病気になってからのこと、亡くなる前の様子。父さんはどんな人だった。背景、ワイマールで切り上げたところから話を続けさせていただきたい。すでにお話しした通り、近々小劇場を開設する予定である。こけら落としの演目には幽霊を選びました。イプセンの描く家族の性格をあなた以上に的確に捉えられる画家はいないでしょう。またこの公演ほど厳粛で美しい葬儀は想像できません。これは私にとってイプセン、幽霊に対する普通の感覚です。私は両親の責任を強調したい。それは私の人生でもあり、私のどうしてでもあります。この世界の病んだ環境に、病んで生まれた私にとって青春とは病室に過ぎず、人生は日の当たる輝かしい窓の外にありました。素晴らしい色彩に満ちた素晴らしい喜び。窓の外に出て私も踊りの輪に、人生のダンスの輪に加わりたかった。ちょっと話があってな。ゆうべ飲みに来たってさ。どうせそうでしょうよ。言ってくれない？こんなところであなたとランデブーなんかしたくないの。何？あなたがここにいるの、誰かに見つかると私困るの。だから出て行って。今日の昼過ぎには孤児院の仕事は片付くから、今夜の船で町に帰ろうと思ってる。いいじゃない、すぐに帰ったら。明日は孤児院の開院式だから、牧師様の町から来るんだろう。マンデルスさんが来るのは今日。ああ、そういうこと。あなた、また牧師さんを騙して何かしようっていう。おい、何
言えるんだ。そんなわけないだろう。とにかく今夜帰るから。お前を連れて行こうと思ってなできへん。私を？お前を一緒に連れて帰ろう。私を連れて帰るなんてできるわけないじゃない。そうか。アルディングの奥様みたいな立派な方のもとで育った私を連れて帰るっていうの、あんなところに。なんてこと言うんだ。親に口答えするのか。俺にお前を見る責任はないっていつも言ってたくせに、何度も私をバカにして私のこと何度かって言ってたでしょ。ああ気持ち悪い。まさか誰がそんないやらしい言葉を口にするか。ちょっと覚えてる、こんな言葉はあなたが使ったか。いや、あれは俺がちょっと酔っていた時、それにヨハンナがゴテゴテうるさかったからだ。マジなかったんだよ。お母さんがあんなに早く死んだの、あなたがいじめたせいだから。ああそうだよ、好きに言えばいい。自分を無駄にするなよ。こんなところに行って一体何になるんだ。奥様から勉強させてもらって一体何になるんだ。今度は孤児院で子守りをするんだろ。それがお前には仕事か。いえ、私が思っている通りに行けば。そうしたらいいの、きっとうまくいくから。何の話だよ。いいの、とにかくあなたと一緒に行くのは嫌。一緒に何かする気もない。さあ帰って。この2、3年でずいぶん綺麗になったんじゃないか。そのうち船長とか高級船員と。そんな人とは結婚しない。なのになんてそこはアルミメールがないんだから。何がないって。なのにのことならよく知ってる。結婚相手には向かないの。結婚なんかしたくなければしなきゃいい。どっちにしろやることは同じだろ。あのイギリス人ヨットのやつ300スページ出したんだ。ヨハンナはお前よりも美人じゃなかったのに。出て行って。さあ静かに閉めてよ、オスバルさんが。寝てるんだぞ。お前、アルビングさんの息子さんのことずいぶん気にしてるんだな。ああ、そういうことか。早く言って。嫌な感じ。あ、なべそっちはマンデルさんが来るから。裏の階段から出て。あ、行くよ。聞いてみればいい、牧師様に。牧師様ならちゃんと教えてくれるはずだよ。子供は親にどうしなくちゃいけないかって。俺はお前の親だ。
どうも、エングスターさん。あ、マンネルスさん、もう船が着いたんですか。今着いたところです。まったく、ひどい雨ですね。やっぱり家の中はいい。皆さんお変わりないですか。はい。それで奥さんは今2階でオスバル様にココアを差し上げておいでです。そういえばオスバル君が帰ってきたそうだね。はい、おとといお帰りになりました。元気かい。はい、お元気で。でも旅でお疲れになって、今ちょっとお休みだと思いますので、少し静かに話をした方が。どうぞマンデルスさん。ああ、ありがとう。エングストラーさん、君はすっかり大人になったね、この前会った時から見ると。そうですか。奥様は私が太ったって。太った？いやいや、ちょうどいいですよ。奥様にお伝えしてきましょうか。いやいや、急ぐことはないんだよ。ところでレディーネ、どうだいお父さんは。おかげさまで元気にやっています。この前町で私のところへ寄ってくれてね。そうでした。あの人はあまりちゃんとした性格の人じゃない。見てくれる人が必要なんだ。私にもそんなことを言っていました。でも今度孤児院ができて忙しくなります。それに私は嫌です、奥様のおそばを離れるの。しかし娘の義務というものをね、それは奥さんの同意も得なくちゃいけないが。それはそうなんですが、でもやっぱり。だがね、レディーネ、私がお慕いしていて、尊敬もできて、私を娘のように可愛がってくださる方なら。まあ、そりゃそうだろうけどね。どこかそういう方、心当たりはないでしょうか。マンデルスさん。私に？いや、それは。マンデルスさん、もし私のことを考えてくださるのであれば、どうか。あ、いいですよ。もし私が。すまないが、奥さんに声をかけてもらえるかな。はい。これは。牧師先生。奥さん、約束通り来ましたよ。これなら昼食前に用件は片付いてしまいますね。それでお荷物は。例の店に預けてきました。今夜はそこに泊まるつもりで。どうしてもここには泊まっていただけないんですね。いやいや、それはありがたいんですが、やはり今回もあちらにします。船に乗るのにも便利ですから。お好きなように。でも私思うんです、私たちもお互い年を取ったんですから。そういう冗談はやめましょう。いや、嬉しいことでしょう。まず第一の明日の会議、それにオスバル君も帰ってきて。本当に嬉しくって、この前帰ってから2年以上になります。今度は冬中にしてくれるって言うんです。それは親孝行な。ローマかパリで暮らす方がずっと面白いでしょうに。でもここには母親がいますから。あの子まだこの母を慕ってくれるんです。そりゃ困りますよ。家を出て芸術に夢中になって、そんなことで親子の情愛が薄くなっては。その通りです。すぐに降りてきます。今ちょっとソファーで休んでいて。ま、どうぞおかけになって。いいんですか、ご都合は。もちろん。それじゃあ。
まず第一に、ねえ奥さん、どうしてこういう本がここにあるんですか？こういう本？これは私が読んでる本です。そんなものを読むんですか？ええ。そんなものを読んで何かためになるとか幸せになれるとか思うんですか？何か自信がつくんです。不思議ですね。どうしてですか？そうですね、普段自分で考えているいろんなことがはっきり分かって確信が持てるように思えるんです。本当に不思議だって。先生、ここに書かれているのは新しいことじゃなく、まあ大抵の人が考えたり思ったりしていることなんです。ただ大抵の人はそれをはっきりさせなかったり触れないでいるんです。あなた本当にそう思っているんですか？大抵の人が。ええ。しかし公害は禁物です。自分の部屋で読んだり考えたりしたことを相手がまず話す必要はありますよ。ええ、それは分かってます。それで先生、その孤児院のことですけど。そうそう、孤児院の相談をするんでしたね。まあとにかく気をつけてくださいね奥さん。では用件にかかりましょう。これです。証書ですね。いや大変でした、間に合わせるのに。せっつかないとやってくれないものですから。でもこの通り確認を。陸軍隊アルビングの家、定款。これがそうなんですね。名称には自重とつけるより陸軍隊の方がいいと思います。え、それに資金の明細はこの預金通帳にありますが、利息で個人の経費を賄います。どうも。でもこれはどうかお手元に、その方が便利ですから。わかりました。それともう一つ、これは前からお聞きしようと思っていたことなんですが。何です？個人の建物に保険をかけますか？それはかけないといけないでしょうね。いやちょっと奥さん、ここはもう少し考えてみませんか？でも私個人としては差し支えありません。しかしこの辺りの人はどう思います？ああ、何かうるさい奴らがいませんか？面倒くさいことを言ってケチをつけるような。たくさんいますね。町にもそういう奴らがたくさんいます。世間は誤解するんです。そうなると個人の仕事にも支障が出ます。あなたや私が神の御心を信用していないから。そんなことになるくらいなら。それに場合によっては厄介な立場に私が立たなくてはいけないようなという懸念がありましてね。私があなたの相談相手ともなり実務の方も見てきましたから、うるさい奴らはまずこの私になる癖をつけてくるんじゃないかと。まあ別にそれは。わかりました。じゃあやめましょう。じゃあ保険はかけない。ええ、仕方ありません。わかりました。じゃあそうしましょう。では保険なし。でもどうしたんです、今日になってそんなことを。何度もお聞きしようとは思っていたんですが。だって昨日あそこが火事になるところだったんですよ。ええ、まあ大したことにはなりませんでしたけど、引くずに火が、建具の仕事場で。エングストランが仕事をしている。ええ、あの人はマッチをよく雑に扱うとか。困ったもんですね、あの男も。しかしまあ今度は心を入れ替えて一生懸命やろうとしているようですよ。お酒さえ飲まなければね。そう、それがあの男の欠点です。あの男も分かっているんです。自分の心が弱くなった時、誰かがそばにいてくれれば助かる。ねえ奥さん、どうしてもレギーネを連れて帰りたいらしいんですよ。レギーネを止めるわけにはいかんでしょう。止めます、何としても止めます。レギーネは個人で働くことになってるんです。でもあの男は父親です。ええー、分かってます。あの男がどんな父親だったかもダメです。どうしても返すわけにはいきません。まあそう向きにならないで奥さん。奥さんはどうもあのエングストラルを誤解している。いいんです、レギーネは私がここに引き取ったんですから、これからもここにいればいいんです。もうこの話はやめにしましょう。お住まいは置いてきます。あ、すみません、書斎の方が。いらっしゃい、国士さん。いやこれは驚いた。これがあの…ええ、まさにその高等息子ですよ、国士さん。いやいや、そんな…本当によく帰ってきた、オスバル君。オスバルと呼んでもいいかい？そういうしかないでしょ。もう名前も出るようになったし、評判も非常にいい。まあ、最近はあまりそういう記事は見なくなったけど。最近はあまり書かないんです。絵描きだってたまには休まなくちゃ。そりゃそうでしょう。力を蓄えて、対策に備えるんだろう。そうですね、母さん。食事はもうすぐ。あと30分くらい。おかげさまで食欲もあるんです。タバコも。2階の部屋に父のパイプがあったんで、それで。
でもそのパイプはもうやめてね。この部屋では吸わないでほしいの。分かったよ。ただどんなものだったかなと思って、子供の時一度吸ったことがあったから。お前が、うん、はっきり覚えてる。父さんが膝に僕を抱き上げて、このパイプを吸わせるんだよ、吸ってごらんこうやって。それで僕が思いっきり吸うと血がスーッと引いていて、額に汗が吹き出して、で父さんはゲラゲラ笑って。無茶するな。父さんはよくああいういたずらをやったんですかね。若い頃はいつも元気で、よくあれだけのことをやったもんですね。立派なことをいろいろ。そうだよ、君は本当に素晴らしい、尊敬すべき人物の後を継いだんだからね。君がお父さんを記念する日に戻ってこられたのはとても良かった。僕にできるせめてもの親孝行ですから。それに今度は長くいてもいいって言ってくれるんです。それが私には何より嬉しくって。ああ、やっぱりいいな自分の家は。ね、そうでしょ。だいぶ早く、君は家を離れたからね。そうなんです、早すぎたんじゃないかって僕も。そんなことはありません。元気な男の子にはその方がいいんです。家で両親に甘やかされて育つのはよくありませんから。まあでも息子さんのことも考えてみてください。もう26か7でしょう。それでちゃんとした家庭がどういうものか、そういうことを知る機会がまるでなかった。いや牧師さん、それは全然違いますよ。そうですか。でも君は若い絵描き仲間とばかり付き合っていたんでしょう。そうです。そういう人たちはそもそも力がないでしょう。家を持って家庭を築いていくという。多いですね、結婚したくてもできないっていう人。そう、それですよ私が言っているのは。でも家は持てますよ、持とうと思えば。私が言っているのは独身の世帯のことじゃない。私が家と言っているのは夫が妻や子供と一緒に生活をする場所のことですよ。ええ、そうじゃないなら自分の子供やその子供の母親と一緒にね。法律上認められていない関係のことを言っているのかね。僕は別におかしいとは思いません。世間の目があるだろう。じゃあどうすりゃいいんです。貧乏な若い方と貧しい娘、結婚するには金がいる、どうすればいいんですか。そういう人たちはお互いに近づかなければいい、最初からね。そうすればいい。そんな論理は通じませんよ、若い者には。え、無理でしょうね。余計なことでしたかね、息子さんの心配をするのは。あまりにひどい不道徳がまかり通る、それが当然になっている、そういう社会で。僕がいつどこで不道徳というものに出会ったか知っていますか。いいえ。じゃあ教えてあげましょう。世間じゃ模範的な夫として、また父親として通っている人が羽を伸ばそうとちょっとパリへやってくる。そして恥ずかしげもなくやってくるんですね。美術家連中がたむろしている酒場なんか、その時ですよ。そして僕たちはいろんなことを知ったんです。そういう紳士はいろいろ詳しいんですよ。まさかこちらの名士の方々が。その名士の方々が帰国して話してるのを聞いたことはないんですか。そりゃまあ、私も聞きました。じゃあそれはそのまま信じていいんですよ。中には玄人もいるんですから。母さん、お昼まで一回りしてくるよ。ごめんなさい牧師さん、賛成していただけないのは分かっているんです。でも黙ってるわけにはいかなくて。かわいそうに。そうですね、あんな風に変わってしまって、あんな理屈をこねて。ここで一人暮らしをしているうちに、私もあの子と同じように考えるようになったんです。でも勇気がなくて口に出したことはありません。いいんです、これからはあの子が代わりに言ってくれるでしょうから。何を情けないこと。それじゃあ私も牧師としてちゃんと話さなくちゃいけません。何をです。ちょうどいい機会です。覚えていますね、あなたが結婚して1年経つか経たないうちにどうして家も家庭も捨ててご主人から逃げたのか。あの1年で私がどうしてあんな惨めな思いをしたか覚えていらっしゃらないんですか。この世で幸福に暮らしたいと望むのは、それこそ反逆精神というものです。人間に幸福になる権利がありますか。ありませんよ。あるのは果たすべき義務です。だからあなたにも義務があった。あなたが夫に選んだ人に寄り添い、神聖な絆でしっかりと結ばれているという義務です。あの頃ある部分がどんな生活をしていたか、どんなに罪深いことをしていたか、あなたもよくご存知のはずです。噂は私もよく知っています。しかし
夫を裁くなんてことは妻がすべきことではありません。あなたの務めはただ謙虚に神が与えたものが十字架を背負うことだったはずです。それをあなたはその十字架を投げ捨て、あなたが支えてあげなければならない夫を見捨て、あなた自身の名前と評判を台無しにし、その上他人の評価までめちゃくちゃにするところだったんです。他人のある人でしょ。無分別にも程がありましたよ。私のところへ逃げてくるなんて。牧師先生のところ、親しい人のところにね。だから困るんです。そうですよ、あなたを神に感謝しなくちゃいけません。そのおかげで私は強い信念を持ち、あなたの無茶をいさめて義務の道へあなたを連れ戻し、そして正当な夫のもとへあなたを返すことができたんですか。ええ、あなたがしたのは確かにそういうことでした。おかげでその子の生活は素晴らしいものになったじゃありませんか。それ以後最後まであなたは完璧な情愛あふれる生活を送ったじゃありませんか。ご主人はこの地域でそうそうたる慈善家になられたじゃありませんか。あなたも実に立派な協力者で、あなたの出した結果は素晴らしい。しかし次に人生の大失敗をやってしまった。どういうことです。あなたが妻としての義務を放棄したのと同じように母としての義務を捨てたでしょう。あなたはずっとそうでした。いつだってわがままで強情で自分勝手でめちゃくちゃでした。束縛を感じればどんなものでも耐えてみようとはしない。生活の邪魔になるものが現れると平気でそれを捨てる。そうですね、そうしました。結果今あなたは他人になってるんですよ、オスバル君にとって。いや、そんなことはありません。そうですよ、当たり前です。あなたはご主人に大きな罪を犯した。あなたが特にご主人の偽善像を立てたのはあなた自身がそれを認めている証拠です。なら今度はお子さんにあなたの罪を認めるべきじゃありませんか。奥さん、あなたは罪深い母親なんですから。こんな話をするのも私の義務で。お話はよくわかりました、牧師先生。でも今日は私も少し話したいことがあるんです。弁解ですか。いいえ、ちょっとしたことを話したいだけです。というと。本当のこと、いつかあなたにだけは話そうと決めてたんです。本当のこと。主人は遊び人のまま亡くなったんです。それまでもずっとそうだったように。え、結婚して19年ずっとやりたい放題でずっと同じでした。あなたの教会で結婚式を挙げる前堕落していたんです。ちょっと意味が分かりません。いいんです、お分かりにならなくても。そんなことは考えにくいです、理解できません。私戦いました、毎日毎日。ご存知のようにアルビングは人の心を引きつけるのがとても上手でした。みんな騙されてしまうんです。でも先生、それで終わりじゃないんです。一番嫌なことが起きたんです。何です。外でしていることは知っていましたが、私は我慢していました。でもこの家の中で起きた時には、この家、この家の中で、向こうのあの食堂です。私がいたのはドアが半分開いていて、すると庭の方から小間使いが入ってきて、すぐに夫が来る気配がしました。その小間使いに何か小声で言っているようでした。そのうち聞こえてきたんです。まだ耳についています。私の小間使いがささやいているんです。おやめください、ご主人様、話してください。なんで警察が。しかしそれ以上のことではありませんよ。ええ、きっと。そのきっとがどういうことか間もなく分かりました。そのご主人様は思い通りにしたんです、その娘を。それがいろいろな結果を生むことになったんです。ここで随分我慢してきました。夜になると夫を引き止めておくために前は酒盛りの相手をしました。いやらしい話に調子を合わせたり力ずくで寝かしつけたり。
そんなこと。子供のために耐えました。でもあの最後の侮辱には、だって私の子が伝えよってそう。ですから私決心したんです、これじゃダメだって。その時です、オスバルお外国に出したのは。そろそろ7つになる頃でしたから、こんな汚れた家庭の空気を吸っていては子供も毒されてしまうと思って、それで遠くにやったんです。他人には分からないでしょうね、私はどんなに辛い思いをしたか。ひどい試練を与えられたんですね。そしてそういう男のために記念像を建てる。なんだか不安で仕方がないです。不安。それに私が産んだオスバルには父の遺産は一切継いでほしくなかったんです。それじゃああれはご主人の遺産で。そうです。なるほど。そういうお金は一銭だってオスバルに渡したくはありません。いるものはみんな私から持っていけばいいんです。あら、もう帰ってきたの？ええ、どうしようもないでしょ、この雨じゃ。もう食事ですよね。郵便が届きました、奥様。多分、明日の楽譜です。ああ。それから、お支度ができました。そう、すぐ行きます。ちょっとこれを。アルビング様、ワインは白にいたしましょうか、それとも赤に。両方頼む。いや、かしこまりました。やっぱり楽譜です。線を抜いてやるか。明日、どんな顔をして除幕式のスピーチをすればいいのやら。でも、これでこの長い恐ろしいお芝居も終わるんです。明日からは亡くなったあの人なんか決してこの家にいたことはないと私だけはそう思えます。ここには誰もいないんです、あの子とその母親以外に。幽霊、本質の二人が。何ですレギン。行きましょう。何も言わない。親愛なるエドバルト、どうか神様があなたに力と信仰を授けてくださいますように。とうとうお父さんはうちに帰りました。お父さんは永遠の安息のうちに赴かれたのです。お父さんは急な心臓の発作で話すこともできず、そのまま意識をなくしました。お父さんはあなたに聖書をあげなかったことをとても悲しんでいました。そちらで一冊買い求め、毎日お読みなさい。きっと慰めが見つかるはずです。天に増します我らの神が私たちを慰めてくださるでしょう。きっとそうに違いありません。あなたを大切に思うおばよ。私が書いた椅子に、私自身や母、そして私の愛した人々はみんな座ってきた。何度も訪れる冬の間、ここに座って太陽の光を待ち焦がれていた。
が彼らを連れ去ってしまうまで、そして私は死んだ人たちと一緒に生きていく。母、姉、祖父、そして父、とりわけ父と共に生きていく。最後に見た彼の姿が今でも目の前に見えるようだ。4ヶ月前、彼は桟橋までついてきて私に別れを言った。オスバル、お前も来ない？ちょっと出てこようかと思って。そしたら少しやんだようだし。向こうには何も聞こえないんでしょうね。ドアが閉まってますから、それに出かけるようですし。どうしたものでしょう。さあ、どうしたもんでしょう。私にも分かりません。これは厄介な問題です。みんなオスバルの気まぐれです。そうに違いありません。レギーネにはすぐにここから出てってもらいます。そうですね。でもどこに当たるんでしょう。それは父親のところでしょう。誰のことです。あの子の父親ですよ。いや、そんなエングストなんかまさか。奥さん、そんなことはありえないでしょう。誤解ですよ。誤解じゃありません。ヨハナが私に打ち明けましたし、アルビングもそれを否定できなかったんです。ヨハンナはすぐに暇を取って口止めにお金をもらいました。町へ帰って昔なじみのエンストランとまた付き合って、それで2人は大急ぎで結婚したんです。あなたです。あの時結婚をさせたのは。あの時はエンストランがやってきて結婚式を挙げたいと言って、自分とその娘でやった軽はずみな罪の行為を後悔して、それは自分で責任を取ることにしないと。しかしそんな嘘を、この私に向かって。わかりました、言ってやります。そうすれば目が覚めるでしょう。そんな結婚がどれだけ不道徳か。しかも金のために。300スペーシーです。たった300スペーシーで堕落した女とわざわざ結婚したんですか。じゃあ私はどうなります。私だってわざわざ結婚したんですよ、堕落した男と。なんていうことを、堕落した男だなんて。私がアルビングと祭壇の前に並んだ時、あの人が少しでも純潔だと思いましたか。エングストランと結婚した時のヨハンナよりも。それは話が別ですよ。いいえ、そう違いありません。金額が違うだけです。300スペーシーとまとまった財産と比べられません。あなたはご自分の胸にも聞き、ご家族とも相談したんでしょう。私、自分の胸に問うなんてことはしませんでした。でもこれだけははっきりしています。あなた方の結婚はあくまで法と慣習に従って。また法律慣習、そんなものがあるからこの世の中が面倒になるんです。それはいけません。そうでしょうね。でも私、そんな外向けの性格はもう我慢できません。自分を解放しないと。どういう意味です。隠さなければよかったんです。アルビングがどんな生活をしていたか。でもあの子は他にどうする勇気もなくて、なんて卑怯だったんでしょう。卑怯。私がもしもちゃんとした人間だったら、オスバルにこう言ったでしょう。お前のお父さんは昔から遊び人だったって。なんていうこと。卑怯だったんでしょう。どうしてそれが卑怯なんです。自分の義務を全うするのが王政になったんです。子供はその父と母を愛し敬ってこそ子供なんですよ。一般論は困ります。問題はオスバルにとって自重アルビングを敬愛するのが当然かどうかが問題でしょう。子供の理想を壊してはいけないという声が母のあなたには聞こえないんですか。じゃあ真実はどうなります。じゃあ理想はどうです。理想、理想、私がこんな卑怯者でなければ。理想を馬鹿にしてはいけません。特にオスバル君にはあまり理想というものがないようです。しかしそれでもあの人にも一つだけ理想がある。それがお父さんということじゃないんですか。ええ、その通りです。それを植え付けたのはあなたで、あなたはそれを手紙で助長されたんですよ。義務を果たしていたんです。世間の目を考えて、だから私嘘をついたんです。なんで否定だったんでしょう。とにかくレギーネといざこざを起こすのは嫌です。そりゃそうです。もしもあの子が本気で、それがあの子のためにもなるんだったら。なら、どうだっていう。
私がこんな卑怯者でなければ私はあの子にこう言ったかもしれません。あの子と結婚でも何でもしなさい、何かをごまかすようなことはしないでって。何よ、そんなこと聞いたこともありません。本当に聞いたこともありませんか。この国中どこにも近親の間の結婚はないと思いますか。何を言ってるのかよく分かりません。いえ、分かってます。いや、あなたは可能性を問題にしている。でもどうしてあなたがそれを母親として許せるんですか。お子さんが。いえ、そうしたわけじゃありません。そういうわけにはいきません。何としても。それはあなたがご自分でおっしゃるように卑怯者だからだと言うんでしょう。でもどうしてそれを卑怯だと言うのか。私がこんなにビクビク恐れているのは幽霊を追い払えないからです。何ですか。幽霊です。私たちみんな幽霊だって気がします。私たちには取り付いているんですよ、父親や母親から引き継いだものが。それだけじゃありません。いろんな古い思想、古い信仰、そういうものも私たちに取り付いている。そういうものが私たちの中に生きているわけじゃないのに、ただしがみつかれているだけなのに、私たちはそれを追い払えないでいるんです。ちょっと新聞を見ても旅館に幽霊が忍び込んでいるような気がします。それに私たち光を恐れてもいるでしょう。なるほど、それがいろいろと本を読んだ結果ですか。いや、素晴らしい。いいえ先生、それは違います。あなたです。物事をよく考えるように私を教育したのは本当にありがたかったと私感謝しています。私が。ええ、義務だとか責任だとかそういうものに従うよう私を強制したでしょう。私がイライラするような心の底から抵抗していたものを、それが正義だ正しいんだとあなたは賛美した。だから私はあなたのそういう教えがどう作られているか調べてみる気になったんです。一箇所だけ解いてみようとしましたが、そこを解いてみると全体がバラバラになってしまいました。これがその成果ですか。あなたは罪を犯したんです。私たち両方。私が女に決まった夫の妹との母へ戻りなさいと言ったのが罪なんですか。気違いのようにさあ来ました、好きなようにしてと叫んであなたにそう言ったのが罪なんですか。そう思います。あなたとはどうも意見が合いませんね。今はもうね。いえ、一度だってなかったんですよ。あなたのことを人の奥さんだとしか考えたことはありません。自分の過去はみんな忘れやすいよね。そんなことはありません。私は昔と変わってなんかありません。え、もう昔の話なんかやめにしましょう。誰、どうぞ。すみません、女中がちょっと見当たらなくて、それでノックを。いいよ、入って。何か私に用でも。ああ、実は牧師様にちょっとお話ししたいことが。何だい、話というのは。はい、牧師様、今給金をいただきました。奥様、お世話になりました。仕事が全部片付きまして、それで思ったんですが、ずっと一緒に働いてきた私たちで今夜小さな祈祷会をやって、それでなんというか打ち上げにしようかって。どうかい、あの孤児院で。はい、でもあんまりいいことじゃないと牧師様が言うなら。その前に一つ聞いておきたいんだが、そういう集まりをするのにちゃんとした心の準備ができているのか。何か両親に咎めるようなことをした覚えはないのか。両親ですか。まあたまには咎めないこともないですが。それは認めると。
じゃあ今度は正直に言ってほしいんだが、レギーネのことは本当か。大丈夫です。レギーネのこと何です。君、レギーネが何かしたんですか。あんたとレギーネの関係は一体どうなっているんだ。あんたはあの子の父親ということになってるね。え、どうなる。まあ、私と信頼をハンナとのことは僕様が一番よくご存じなはず。ごまかすのはやめてくれ。亡くなったヨハンナが真相をアルビングの奥さんに打ち明けているんだよ。このお宅から暇を取るとき。あんなにあいつ固く誓っていたのに。それで長年嘘をついていたのか。この私に、あんたを信用してやった私に。何を言われても仕方ありません。私にそんな嘘をつくなんて、教会の記録にも私に嘘を書かせて、その上真実や私に対してもずっと打ち明けなければならないことをずっと隠して、あんたのやった行為は全く弁護の余地がない。今後はあんたと付き合うのはもうお断りだ。はあ、まあそうでしょうね。それとも何か言い訳でもあるのか。男はあまり女を厳しく責めるもんじゃないですよね。あんたらよ、私が責めているの。男にとって当然の義務じゃないですか。堕落した女をなんとか立ち直らせてやろうとするのは。それはそう。それに男は一度約束した以上それを必ず守るべきですよね。それはもちろん。しかしヨハンナが町に戻ってきたのはイギリス人だかアメリカ人だかロシア人だか、まあ何だっていいんですが、そいつのおかげでひどい目に遭った時でした。私のところにやってきて涙をポロポロ流したり歯ぎしりしたりして何もかも打ち明けたんです。それでそこで私を言ったんです。ヨハンナ、お前は罪を犯して堕落してしまった。だけどこのエングストラムだって。それであいつと正式に結婚してあいつを立ち直らせたんです。そうすればあいつが外国人と犯した間違いは誰にも知られないで済みますから。そりゃ素晴らしい。だが気になるのはあんたが金を取ったことだ。金？私は取ってませんよ。しかし、ああ、そういえば持ってましたよ、ヨハンナが貸した金を。でも私はそんな金には手をつけてません。そんな汚れた金、それ敵の金だろ。そんな不潔な金貨は叩き返してやればいいって言いました。それでその金は子供の養育費に当てようって決めまして。そうなるとだいぶ話が変わってくるな。真相はこういうことです、牧師様。いやいや、エングストランさん。いや、そんな牧師様。遠慮しなくていい。さあ、これでいい。牧師様、どうかお許しを。あんたを、とんでもない。私だよ、謝らなくちゃならないのは。とんでもありません。心の底からお詫びする。誤解している。何かへ埋め合わせできればいいんだ。本当ですか、牧師様。ああ、喜んで。実は一つお話がありまして、今度の仕事で少々お金を貯めましたので、船乗りのための家みたいなものを町に作りたいと思ってるんです。あなたが。はい、家庭を離れた船乗りたちのための家みたいなもの。やっぱり誘惑が多いんです、船乗りは陸に上がると。でもまだ資金が足りなくて、そこであの義援金でも集まると。うん、それはよく検討していた方がいいね。まああんたは先に行って祈祷会の準備を。ろうそくに火をつけておいてくれないか。その方が少し厳かにもなる。
もうあんたもちゃんと歩行の準備ができているようですね。はい、私もそんな気がします。それでは失礼いたします。奥様、いろいろレギーネのことはどうかよろしくお願いします。どう思います？全然話が違うじゃないですか。ええ、本当にこっちが間違っていたとはっきりすれば、それはそれで嬉しいことです。そうでしょう。あなたって本当にいつまでたっても大きな赤ちゃんね。私がだから抱きしめてあげたい気持ちになるんです。またそんな冗談。そんなにビクビクしなくても。奥さんはたまにそういういたずらを。この書類は一度しまっておきましょう。これでよしと。じゃあ私はこの辺で、オスバル君が帰ってきたら気をつけて見てあげてください。では。どこに行ったんです、牧師さんは。さっき言ったでしょ、孤児院だって。ああ、そうだ。あんなに長く食堂にいちゃダメ。ね、お座り。気持ちよくてね。だってそうでしょ。家に帰って、母さんの部屋で、母さんの食卓に座って、母さんの手料理が食べられるんだ。他に何がある。こんなところで仕事をする気にはならないし。帰ってきたのは間違いだった。いや、そうじゃない。帰ってこなくちゃいけなかったんだよ。でもお前がそんな感じじゃ私も諦めるよ。そりゃ帰ってきてくれたのは嬉しいけど。母さん、そこ座ってもいい？ちょっと話したいことがあるんだ。何？これ以上黙ってられなくて。何？手紙で言おうと思って。でもなんかダメで、家に帰って言おうと思って。何なの？座って。旅行のせいで疲れたって言ったでしょ。でもあれはそういうことじゃないんだよ。病気なの？落ち着いて。僕のはそんな病気なんてものじゃない。普通の病気とは違う。壊れたのは精神で、もう二度と仕事ができないんだよ。そんな、二度と仕事ができないんだよ。二度と生きる屍なんだよ。想像できる母さん、それがどれだけ恐ろしいか。かわいそうに、どうしてそんな、こんなことになるなんて。でもきっと良くなるよ、ただの過労。僕も最初はそう思った。でもそうじゃないんだ。いつなの、初めて気づいたのは。この前、パリへ戻ったすぐ後、頭が痛みだしてこの辺り、締め付けられるよ。
状態で線を一本描くのにも集中できない。めまいがして辺りがぐるぐる回りだして、ああ、恐ろしすぎる。それで医者に行って本当のことを知ったんだよ。どういうこと？医者は体の具合を話すと、いろいろ聞いて診察して、最後に医者は、あなたには生まれつき虫食いがありますね、メルムギュってフランス語で言ったんだよ。どういう意味？もっと詳しく説明してくれと頼んだ。そしたらあのクソじじい、なんて言ったの？親の罪は子が償う。親の罪は？そう、もちろんそんなことあるはずないって言ったよ。僕は母さんの手紙を何通も出して、父さんに関する部分を翻訳してそいつに聞かせてやった。そしたら？そしたら医者も仕方なく間違いを認めたよ。それで分かったんだ、仲間たちと一緒だったあの楽しい幸福な生活は僕には刺激が強すぎた。だから自業自得な。とんでもない！そんなこと信じちゃダメ。他に説明しようがないって医者もそう言うんだ。これで僕の一生はおしまい。それも自分自身の愚かさのせいで。人生でやりたいと思ったことはもう二度と考えられない。ああ、人生をやり直すから、こんなくだらないバカなことで全てを捨てるなんて、幸福も健康も全て、未来も生涯も。そんなことあるわけがない。ただ思い過ごし、きっと。いや、わからないよ母さんには。ああ、母さんにこんなに心配かけて、母さんが僕にあまり構わなければいいのにって何回僕は心の底で思ったか。お前は私のたった一人の子供でしょ。構うも構わないもお前だけじゃない。そりゃ分かってるよ。でもそれが僕には耐えられない。もう今日はこの話はやめよう。悩んだってどうにもならないから。何か飲むものはない？飲むの？今頃何を飲むの？何でもいい。確か冷たいパンチがあったでしょ。でもいいんだよ、酒か何かで洗い流してしまわなくちゃ。こんな嫌な気持ちは。ここはなんて暗いんだ。それにこの雨、何週間も降り続く、何ヶ月も続く、日の光なんて少しもささない。太陽を見た記憶がないように家に帰ってくの。お呼びでしょうか？ランプを、それとシャンパンの小瓶を。かしこまりました。いいね、喉が渇いた息子は母親がほっとくはずないと思った。お前が欲しがるものを嫌だなんて言えないでしょ。本当母さん、本当だね。何が？絶対に嫌だって言わないよ。でも
何とも言えない怖さ。怖い？何が怖いの？ああ、もうわからない。僕にも説明できないよ。あまり考えすぎないで、ね。もっとシャンパンを、お見よ。なかなか美人じゃない。いい体してるし。座ってよ、オスバル。まあ、静かに話し合いましょう。僕、レギーネに謝らなくちゃ。悪いことしまって。お前が？ついというか、なんというか。大したことじゃないんだけど、この前家に帰ったとき、レギーネがよくパリについて聞くから向こうのことを話して、それでお前も行ってみたいって言ったのを覚えてて。それで？顔を赤くして、はいって。で、僕がよし、じゃあなんとかしようとか、なんとか言って、そんなこと僕も忘れてたんだけど、一昨日、今度は長くいるんだよって言ったら、変な顔して、じゃあ私のパリ行きはどうなります？あの子、僕が言ったことを真面目に受け取って、フランス語まで勉強したみたいなんだ。それで？それが素敵だなって。オスバル。それで分かったんだ。この女こそ僕の救いだって。あの子には生きる喜びが詰まってるんだ。生きる喜び？そんなものが大事なの？お待たせしました。もう一つグラスを。奥様のはそちらにございます。いや、君のだよ。どうした？奥様にお許しいただきます。持ってきなさい、レギー。その話は諦めない。もう決めたんだ。反対しても無駄だよ。座ってレギーネ。座りなさい。どういう意味？生きる喜びって。ああ、生きる喜びね。母さん、ここじゃわからないんだよ。僕だってここじゃそんな気がしたことはないんだし。いいえ、母さんにもやっと分かり始めた気がする。それと働く喜び、それもこの辺りの人には全然分からないだろうね。そうかもしれない。この辺りの人は仕事を呪われたもの、自分たちが犯した罪の償いだと教え込まれて大きくなってきた。だから生きるということは何か惨めなことで、早くそこから抜け出すことが大切だってみんなそう思ってる。みんなで一生懸命そういうものにしてきたんだから。でも他の国じゃそんなことは問題にならない。生きていることは素晴らしいって思ってる。母さんは僕の描く絵がどうして生活の喜びをテーマにしているか考えたことある？太陽の光、陽気な空気、それと晴れ晴れとした幸福な顔の群れ。だから僕は怖いんだ。母さんがこの家にいるのか。どうして怖いの？僕がいいと思うものがここにいるとくだらないものになるみたいで怖いんだ。そんなことはないでしょ。いくらここで外国と同じ生活をしたって同じものにはならない。やっと分かった。何が？やっと今分かった。それなら話せる。よく分からないよ。私、ご遠慮したほうが。いいよ。ここに。オスバル、お前も本当のことを知らなくちゃいけない。そうすればちゃんと自分で決めることができるはず。オスバル、レギーネ。牧師さんが。いやー、実に楽しい集会でした。ゼングストランがやる船乗りのための家には手助けが必要です。レギーネが帰って手伝わなくっちゃ。それは嫌です、牧師さん。どうしたんです？申し訳ありません。レギーネは僕と一緒に立つんですよ、牧師さん。立つ？君と一緒に？そう、妻として。そうなりたいとあの子が言うならですが。そんな。私は別に何も。どういうことです、奥さん。その可能性はありません。今ならすっかり話せるんです。ダメですよ、
それはダメです。いいえ、言います。言わなくちゃダメです。奥様、外で何か騒いでいます。なんだあれは。あの光はどこだ。孤児院が燃えています。燃えてる。火事。そんな、さっきまでそこにいたのに。父さんの孤児院が。出来入れ、勝利を。火がすっかり回ってる。ああ、恐ろしい。これはこの不義の家に下された裁きの日です。何、保険もかけてないというのに。彼が炎の中で沈んでいた日を思い出す。彼は荒々しく大きく燃える炎だった。朝刊を読んだかい。綴りは西方だった。そう。なら父さんだ。開けてくれないか。君宛てじゃないか。父さん、僕は今死ぬ勇気がないんだ。人間は炎だ。お互いにぬくもりを盗み消そうとする。憐れみに従うなら、キリストのように自分を犠牲にしたい。自らの炎を守り、生きていくにはあまりにも難しい。すっかり焼けた。まだ地下室が燃えています。オスバルはどうしたんだろう。もうどうしようもないのに。奥さん、今お庭に出て行かれました。今夜ほど恐ろしい目に遭ったことはない。本当に災難でしたね。父さん、真っ黒だよ今僕が吐いたもの。奥さん、ここまでついてきたのか。ええー、私は、ああ神様、全くひどい話です。奥さん、どうしたの。こんなことになったのは祈祷会が原因なんだよ。だから悪いのは俺なんだ。奥義様が責任を負うなんて。奥義様の他にいないんだよ。同族にいて埋めたのは。あんたはそう言うけどね、記憶にないんだよ。でも私ははっきりと見ました。奥義様が指でろうそくの芯をつまんで、その燃えさしを木くずの中に捨てられて。見たって。はっきり。そんなバカな、芯を指でつまむ習慣は私にはないんだよ。それであんなに危なっかしく見えたんですかね。もういい。それも個人ですよ、事前授業の。こんなことに。まあ新聞はよく言わないでしょうね、牧師様のことは。そう、それなんだよ、私が心配してるのは。それが一番困るんだ、今回の試験で。あの子、火事場から全然離れようとしない。牧師さん、こうなるのが一番良かったんです。どうせあの孤児院にはいいことなんてなかったでしょうし。そうでしょうか。そうでしょう。父さん、死にそうだ。死ぬことなんかできない。死ぬ勇気なんてない。まあとにかく
とんだ災難です。事務的に簡単に話しましょう。牧師先生を待ってるの、エグストラさん。はい。じゃあ少し待っていい。はい。書類は全部持って帰ってください。その話はもう聞きたくありません。他にいろいろ考えることがあって。奥さん、いずれ委任状を送りますから、あとはよろしくお願いします。そういうことなら喜んで。しかしそうなると遺産の贈与の原案は全て変更しない。お任せします。もう私にはどうでもいいんです。私の船乗りの家のことも忘れないでください、牧師様。うん、あれはいい話だ。またよく検討してみる。いや、でもさっきは。しかしね、わからないからね、私がいつまでこういうことに携わっていられるか。世間が私に引退を迫るかもしれないし、警察が火災の原因を調べた後じゃない。何の話です。父さん、僕が死んだら天国に行けると思う？予想はできません。この私がいますから、うん、しかし私は逃げ出すような男じゃありません。恩がある方が困っている時に。しかしあんた一体何を言うつもりだ。私が救いの天使みたいなものです。そのつもりでいます、牧師様。それは困る。そんなこと、他人の罪を背負った男が前にもいましたから。なんておかしな人だ。分かった、船乗りの家のことは何とかしよう。安心しなさい。それでは私は今夜の船で立つことにします。一緒にどうです？奥さん、秩序と規律の観念が速やかにこの家庭に訪れます。それじゃ。父さん、僕は今死ぬ勇気がないんだ。じゃあ帰るか。で、その船乗りの家ですが、それには侍従アルビングの家っていう名前を付けるつもりです。侍従様の名前を汚すことはないとお約束します。さあさあ、エングストランさん。それでは。家って何の話？宿泊所みたいなもの、あの人と牧師先生で始めるつもりなんですし。それも焼けるだろうね、あれと同じように。どうして？みんな焼けるんだよ。父さんの思い出になるものは何一つ残りゃしない。僕だって燃えてしまう。疲れたんじゃない？少し眠ったら。無理無理、眠れない。寝たふりをするだけ。もうすぐ嫌でも眠ったようになるんでしょうね。じゃあ病気というのは本当なの？お病気なんですか？さあ、母さんがそばにいるでしょ。レギネもいなきゃダメだ。レギネはいつも僕のそばにいることになるんだから、君が介護するんだよ。いいか？おっしゃってることがどうもよく。介護？そう、必要な時はね。母さんがいるでしょ。母さん？母さんじゃダメだよ、こういうのは。君だよ、君にしかできない。どうしてそう遠慮してるんだ？どうしてオズバルと呼び捨てにしない？それは奥様がお嫌でしょうから。その必要はないの。こっちへ来て近くに座りなさい。
しい光に照らされて、なんだかさっぱりわからないな。若い中尉だった頃、お前のお父さんは生きる喜びでいっぱいだった。そうでしょうね。その正気にあふれた子供がね、だって子供みたいなものなの。こんな田舎の小さな町で暮らすことになって、そりゃ気晴らしくらいはできただろうけど、生きる目的は何もない。その生きる目的を作ろうにも、あるのは役所勤めの雑用だけ。友達といっても、生きる喜びやその本当の意味を知っている友達は一人もいない。いるのはただの怠け者、酔っ払いばかり。母さん。お前言ったね、夕方。こんなところにいたら自分でもどうなるかわからないって。かわいそうなお父さんも自分の中にあふれている生きる喜びの吐き口が見つけられなかったの。長官を読んだかい。モルゲンブラグかい。軍医と書いてあったか。ああ。私だってそういう楽しみを与えられたとは言えない。義務だとか何だとかそういうものを教え込まれていたから、全てが義務に結びついていくの。私の義務とか、あの人の義務とか。すずりは正方だ。だからお母さんかもしれない。言えば全然面白くないっていう気持ちにお父さんをさせたのは。どうしてそういうことを手紙に書かなかったの。お前に話せるような話だとは思わなかった。じゃあどう思って。ただこれだけは分かってた。開けてくれないか。お前のお父さんは最低な男、クズだった。君宛てじゃない。お前が生まれる前からね。はあ。それともう一つ、それはレギーネがこの家の子供だっていうこと。レギーネが。私が。そう。これで二人とも分かったでしょ。じゃあ母はそんな女だったんです。お母さんにもいいところはたくさんあったの。ええ、でもやっぱりそんな女だったんですよ。わかりました、奥様。どうかこのまますぐお暇ください。本当にそうしたいの。ええ、そうさせていただきます。好きなようにすればいいけど。どこに行くんだ。ここはお前の家じゃないか。親愛なるエドバルド。メルシーアルビンデ様。ああ、でもそういうことならオスバルと呼んだっていいですね。まあ、私が思ってたのと全然違いましたけど。それは隠してはいたけど。だからもっと嫌なんです。お父さんは永遠の安息の地に赴かれたのです。もしオスバルが病気だと知っていたら。それに私たちはもうどうにかなるわけがないんです。そちらで自殺か。嫌です。こんな田舎で病人の世話なんかで一生無駄にするのは。こんな近い関係でも嫌なのか。まあ貧乏な娘は若い時は有効に使わないと取り返しのつかないことになりますから。私にだって生きる喜びはあるんですよ。ねえ奥さん。いやね、でもやけは起こさないで。なるようにしかなりませんよ。もしオズバルが父親になら、私だって多分母親にでしょ。奥様、マンデルさんは私のこと全部ご存知なんですか。ええ、牧師先生はみんな知っています。じゃあ私もあの船に乗って早くここを立った方が良さそうですね。牧師さんならちゃんと世話してくれると思います。それにあのお金をもらう権利は私にもあると思います。あの嫌な大工と同じくらい。そうね。奥様は私をもっと女らしく育ててくださればよかったんです。でももうどっちだっていい。私だってシャンパンくらい飲みますよ。上流階級の人たちといつかきっと。でも家が恋しくなったらここに来てね。いいえ、結構です。牧師さんがちゃんと世話してくれると思います。それにもしどうしても困った時は一軒あります。自分の家にしていいと思える家が。どこ。ジジュアルティングの家。タラクスでもいいって言うの。関係あります。アデュー。
った？ええ。バカみたいな。びっくりしたろうね。父さん。そう。お前には意外なことだったろうから。どうして？それはもちろんびっくりはしてる。でも僕には大して関係ない。関係ない？お父さんがあんなに惨めだったのに。同情はするよ。それだけ。お前のお父さんなのに。ああ、父さん。父さんのことは僕は何も知らない。覚えてるのはいつだか僕を死ぬような目に合わせたことがあるってことだけだよ。子供はどんなことがあっても父親を慕うのが当然じゃない？その父親に感謝するようなことが子供の側に何もなくても、その人を子供が全然知らなくても、母さんはそんな古い名刺をまだ本当に信じてるの？ただの名刺。そんなことは世間が言ってるだけのこと。幽霊。そう、幽霊みたいなもんだよ。ロスバル、じゃあお前、私のことも愛してないんだね。僕をどれだけ可愛がってくれたか、それはよくわかっているけど、母さんがいなきゃ僕はどうしようもない。こんな病人になった以上は。そう、私、お前をここに返してくれた病気に感謝したいくらい。でも次、誰があの恐怖を取り除いてくれるんだろう。恐怖？レギーネなら頼めばやってくれたんだろうな。何なの、恐怖とかレギーネとか。母さん、もうだいぶ遅いのか。もう夜が明けるよ。山の上が明るくなってきた。今日は本当にいい天気。もうすぐ太陽が見えるはず。そりゃありがたい。ああ、まだいっぱいあるんだな。楽しいことや生きがいが。そう。仕事なんかできなくても。仕事だってまたできるようになるでしょ。お前を苦しめてきた嫌な考えはもうすっかり片付いたんだから。いや、いいんだ。あの妄想を母さんが追い払ってくれたから。だからあと最後の一つが片付け。もうすぐ太陽が昇るんだ。そしたら母さんにも分かるし、僕ももう恐怖を感じなくて済む。何がわかるの？母さん、僕のためなら何でもするって言ったよね。そう、だから安心して。お前の他に母さんの生きがいは何もないんだから。じゃあ母さん、母さんは強い人だから大丈夫だと思う。いい、何を聞いても驚かないで。何そんな怖い言い方。大丈夫、静かに静かに話をしている。いいね、母さん。ええ、大丈夫。僕がよく疲れたとか言うのは、あれはみんな本当の症状じゃないんだ。じゃあ何？本当の症状っていうのは。この病気は引き継いだものでここにあるんだ。静かにして。だから、ね、それは違う。そんなことない。もう発作があったんだ。向こうで行かない。それはすぐに収まってくる。でもその時の様子を聞くと僕は怖くて怖くて、だから急いで帰ってきたんだ。それはあまりにひどい状態で。もうすまる。でも本当に怖い。赤ちゃんみたいになって食べさせてもらったり、いろいろ。でもその赤ん坊には面倒を見てくれる母親がいるでしょ。嫌だよ。そうやって何年も何年も寝てるんだろ。年を取って白髪なので。それに母さんだって死ぬかもしれない。僕を置いて。医者も言ってた。すぐ死ぬとは限らないって。脳軟化症の医師とか。この言葉、とても洒落た感じでしょ。僕はいつもこれを聞いて連想するんだ。桜んぼにしたベルベットのカーテンとか、何かふわっとした手触りのデリケートなもの。オスバル！なのに母さんはレギーに追いかせてしまった。あの子なら救ってくれたかもしれないのに。どういうこと？母さんがダメだって言うの？医者がいたんだ。次発作が起きたらおそらく助からない。そん
だからね。それにすぐに嫌になるに決まってる。助かる見込みのない病人の世話をするの。じゃあエリーがいなくてよかった。そうだから母さんが僕を助けるんだよ。私が他に誰が。僕にはその勇気がないんだ。私がお前の母親が。だからこそだよ。私はお前の生みの親よ。産んでくれと頼んだ覚えはないよ。それにあなたがくれたのは一体どんな命だった。こんなものはいらない。返すよ。僕が可愛いな。どうしてこんなひどい恐怖に僕をさらしておけるの。
くさん教えてくれない。